どうも、あきです。プロスペースやっていきましょう。さあ、というわけで今回は S ランクのショートの選手が追加されたということで、こちらの子守ドラフトスカウトを最大40年聞いていきましょう。そしてですね、ただいまチャンネル登録&高評価で iTunes コードもしくは Google プレイコード1万円分が当たる月1プレゼント企画を行っております。皆さんぜひチャンネル登録高評価していってください。さあ、というわけでございまして、今日アニバ来るかなという予想もあったんですが、本日やってきたのはこちらS ランクのショートの追加ですね。ということで今回はこちらの子守ドラフトスカウトを S ランクが出るまで引いていきましょう。で、アニバーサリーに関してなんですが、いろいろとお知らせを読んでいきますと、このもうすぐ4周年ログインスタンプというものが10月16日、まあ、水曜日までということで、さあこの辺りでアニバーが来るのかななんていう風な予想もされますし、まあそうですね、ちょっとそこはまだ確定的には何もわからないのかなというところではあります。はい、プロスピ15周年の無料10連スタートなんかも金曜日にやってくるみたいですと。10月18日ですね。というところで、まあまあ気長にそこは待っていきたいなとは思っております。ということで、まずは S ランクのショートの選手ですね、確認していきましょう。アニバーサリーの前にまずはショートをシリーズ2で補強していきたいところです。はい、まず西武が源田選手でございます。走力 A83 の走力型ですね。そしてこの源田選手といえば、なんといっても守備面ショート適正が A86 でございます。そして捕球が A81、スローイングが78、肩が67ということで、このショート適正の高さというのは素晴らしいものがあると思います。個人的に同地の選手が4人、5チームに入れられるようになりましたら、この源田選手か西川選手をオーダーに入れたいなと個人的に思っておりますので、まあ、ぜひぜひこの源田選手とか引けていると嬉しいなと思います。で、続きましてソフトバンクが今宮選手でございます。走力73の走力型ですね。いやー、これ走力あと2個低かってスーパードッジ型だったら最高だったんですが、まあ、走力型という形にはなっています。そうですね、今シーズン序盤の方めちゃめちゃ打ったので、ミート結構上がってた時もあったり、なんかのシリーズでミートが結構上がっていた記憶があるんですが、今は71というところですね。はい、ミートが上がったのはここですかね。セレクションの時は76だったんですが、今回は走力型になっているというところは注意しましょう。守備適性が70、肩が A80 という形になっております。で、続きまして日ハムが中島選手でございます。走力 A80 のこちらも走力型でございますと。そしてショート適性が A83 ということで、今ペナント実況でも、まあ、大活躍してくれているこの中島選手でございますと。はい、で、続きましてオリックスが足立選手でございます。走力79の走力型ですね。で、ショート適正が B77、サード適正が C60 ということで、ショート適正 A じゃなくなったのがちょっと残念だなという感じではあります。で、続きましてロッテが藤岡選手でございます。走力72の走力型ですね。ショートの選手はここまで走力型ばかりというところで、はい、そこはやや気になるところではありますね。で、続きまして楽天が茂木栄五郎選手でございます。ミート77のこちらはミート型ですね。ミートパワー走力すべて B で、まあ、ミート称号で A が狙えるということで非常にいいと思います。ショート適正も B、まあ、オール B という選手でございますね。僕も極みで使っていたので、ぜひ手に入れてミート A にしたいなと思います。で、続きましてカープに移りまして、カープは小園選手が来ましたね。はい、走力76の走力型でございます。高卒ルーキー小園選手でございますと。はい、まあ、これからが本当に期待大という選手ですね。で、続きましてヤクルトが西浦選手でございます。パワー走力同値の69でございます。もしパワー走力同値を使っている方がいらっしゃいましたら、ここは必ず獲得しておきたいというところではないでしょうか。で、続きましてジャイアンツが来ました坂本選手でございます。パワー A83 のパワー型ですね。はい、もう今年のセ・リーグの MVP は間違いなくこの坂本選手なんじゃないかなと思います。今まで坂本選手というと、まあ、ミート型でショート適正が A というところだったんですが、残念ながらショート適正は B に落ちたんですが、パワー型になりまして、パワーが素で A を超えてきた。しかもパワー型になっている A83 で、弾道は高弾道なんですが、超パワーヒッターを持っているので、まあ、パワーヒになるよと。いや、超パワーヒッター広角打法回、超ホームランバッターですね。いや、ショートでこのホームランバッターっていうのは非常にいいと思います。ただそうですね、センターラインオール A をこれで坂本選手では達成できなくなったので、そこは残念だなとは思いますね。はい、で、続きまして DeNA が大和選手でございます。走力78の走力型ですね。
で、ショート適正が A、セカンドが74、センターも74ということで、いやこれね、守備固めに入れたい。まあ、さっきですね、源田選手か西川選手あたりを同チミートパワー同チが4人いれば入れたいというお話をしたんですが、この大和選手もそうですね、今挙げた3選手を同チに余裕がある場合は入れていきたいなと思っています。守備固め、はい。で、続きまして中日が京田選手でございます。走力78の走力型ですね、はい。うわー、79か、守備適正惜しいですね、はい。これは1個上がってほしかったなというところはあります。で、続きまして阪神が木浪選手でございます。走力72の走力型ですね、はい、ルーキー木浪選手、内野適正が全てありますという形になっています。ということで、こうやって見ていきますと、やはり打撃面を考えると坂本選手っていうのはもう本当に最強だなというところですね。これで同チも狙えますし、いやー、パワーヒッターでショートでっていうのはもうやばいと思います。ただやっぱりショート適正が A じゃなくなったというところで、源田選手とかもまあその影響もあってさらに株が上がっているのかなというところで、うーん、難しいですね。センターラインオール A 狙えるのであれば、坂本選手 DH、 源田選手ショートっていうのも本当ありなので、うーん、まあここは坂本選手を狙っていきたいですが、まあ源田選手とかも出てくれると嬉しいかなというところではあります。今回 S ランク新選手確定で、自チームは関係ないのでやっていきましょうというところですね。いきましょう、ではお願いします。さあ、小森ドラフトスカウト何年で出るのかというところが、ね、毎回注目ポイントではありますが、おお、マジやば、最初のゴレンで出た、初めてだこれ。さあ、これはやばい。さあ、2年目で出た、うわー、やったぜ。いやー、これを真の神符というんだな、やったー。いやー、昨日も CS で大活躍、坂本選手でございます。やったー。坂本選手は今までもちろんずっと使ってきたので、はい、検証しましょう。で、ミート型がパワー型になるので、結構チームの変動がそこであるなという感じではあるんですが、まあまだシリーズ2全然このオーダー像が見えてきてない状況なので、そこはまああまり考えずに、いていいのかなという感じです。はい、いやー、これは嬉しい。いやー、2回目でこの坂本選手が引けたというのは最高だなというふうに思います。 OK、 ナイスでしょうというところですね。はい、さあ、ということで、アニバーサリーは本当いつかな、16でいいのかな、ちょっとそこは非常に、楽しみなところではあるんですけれども、4周年で一気にいろいろ来るのであれば、他にもなんかガチャだったり何かが来そうな気がするので、おそらく、まあでもやはり4周年開始と同時にアニバーサリーが来て、無料のアニバーサリー S ランク確定が来れば、まあまあいい形ではあるかなと思いますので、はい、そこに期待していきたいというところですかね。ということで、いやー、これはいい引きだったんですが、今回小森ドラフトスカウトを無課金の方とかに進めるかどうかって言われると、さすがにもうアニバーサリーが近いので、そちらに備えておいてもいいんじゃないかなとは思います。うん、まあ、今回であれば僕、源田選手か坂本選手というふうに言っていたので、まあ、どちらかが引ける確率としては6分の1で、一番惜しい坂本選手だとやっぱり12分の1になるので、最大40連引いての12分の1っていうのはなかなかこう数値的にはね、難しい部分もあるかもしれませんので、まあそこは皆さん、いろいろとエナジー事情を考えて引いていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。そんな感じでございました。でですね、実はですね、ちょっとまだ名前は挙げられないんですけれども、明日ものすごい方と、2人で動画を撮影させていただくことになりました。その動画もまた後日、この秋ゲーム TV で上がるんですが、このプロスペースの動画を見てくださっている方にとっても、マジでと、そんな人出てくれるのっていう人がこのチャンネルに、後日登場してくれますので、ぜひ皆さんお楽しみにというところでございます。ちょっとその準備がいろいろ忙しかったりして、昨日そう、あのガチャをね、引けなかったというか動画撮る時間がなかったんですけど、昨日ね、1日だけガチャが来てて、あ、これで明日アニバなのかなって、まあ僕もちょっと思ったんですけど、思った方多かったんじゃないかなと思うんですけど、
まあまあまあ意外と来なかったなというところで、はい、そこは気長に待ちたいなと思います。ということで、いやー、この季節外れの時期に秋風に悩まされている秋ゲーム TV でございました。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。